さよなら公演、国井美香。マイケル・ジャクソンの This is It を見た帰り道、ムーンウォークでもやってみようと公演に向かった。夜の9時を過ぎた人気のない公演では、高校生らしき恋人たちが今宵の別れを惜しんでいた。じゃあね、また明日。うん、じゃあね、メールする。うん。 一個言い忘れたんだけど、じゃあ何のためにメールするのだと思うのはやぼってもんだ。名残惜しさの中、二人のさよならが重なる。しかし、さよならさよならって言いながらなかなか終わらない。まるで歌舞伎座のさよなら公演だ。みんな、本当はさよならが好きなんだよね。切ないけど、その瞬間、 生きてるって感じがするからかな。と、公園に入れなかった私は、つまんないことを考えながら、その場を後にした。